見ながら出過ぎじゃない出過ぎじゃないいやしかし40年ねっていうあれだと思いますが、私先ほど楽屋でちょっと計算してたんですけどもね、私おそらく調べればこれ分かるか、まあ、あるいはちょっと違ってるかもしれないけど、最初から出てるって感覚があるんですよね。1974年ですか、まさにこの店ができて、ずっとしかもマンスリーですからね、これちょっと記録だと思いますよ。自慢できる記録かどうか分かりませんけど、とりあえず40年出てっていうことは、1年に12回出てるわけですよね。で10年で120回出てて、で40年ってことは480回出てるわけですね。っていうことはもう1年間ここにいるのと同じことですよね。同じこの台所を見てですね、よく今日はリパンパンって書いた寝袋が新聞で話題を取ろうとしてたんだよね。まあ、ただ正確に言いますとね、3ヶ月か4ヶ月ぐらい秋田と喧嘩しましてね、それで休んだことあるんですよ。たまたまここに来たフランスの女の子にいいとこ見せようと思って、秋田にかかったら秋田は激怒しましてね、てめえなんかもう顔見たくないって言うから、そうかって。でまあ、結局その女にも逃げられ、明田にも逃げられて、格好なんかつけるもんじゃないと思いましたけどね。でこのドラマの年にどうしようかなって、俺から謝るのも嫌だしな、それゆかちゃんや黙ってやってりゃいいんじゃないって言われましたけどね。でまたなお一層やっぱり絆は深くなったね。40年もすればいろんなことありますよ。私まあ40年の投稿であり特別 あれしますけども、前の奥さんとね、まあ、ちょっと別れて一人で、しょんぼりでもないですね、から元気でやってた時にやっぱりここに来てくれたお客さんと、一緒になりまして、今暮らしていたりですね、それも有田川昌司の結婚式の司会をですね、私にやってくれって言われまして、それで打ち合わせの時に、まあ、奥さんと会ったり、まあ、そういう、まあ、私生活っていうかプライベートでもここには思い出があるんですね。こんな店の思い出ちょっと嫌なんですけど、考えようですからね。参ります。私にこう聞くことが、あの頃はどうでしたかって、それは1970年のことだろうか、1960年のことか、いやもっと1950年のことだろうか、あの頃のことを思うと夢のようだ。菊畑には咲いた、それからよく切れる草刈りが長い2本1本しか使わないの、ああ2本か、早くどけひでつまる弁で早く寝ちまえってことだけど、もう使われていないつまる弁の中には私の幼い頃の体温が残っているのかもしれない、だがもうそれを取り戻すことなんかできない、焼き場では人を焼いた、炭焼き小屋で焼いたこともあるんだそうだ、煙は2本か1本か、草刈り生は1本か2本か、2本か、人は本当に死んじゃったんだろうか、自分とよく似た人はたくさんいるんだってだけどついていくもんじゃない、眠れない夜があった、待ち遠しい夜もあった、煙は2本
盛りのまま一本か二本か。どうしても忘れられない思い出の中の一つ、それは婆さんのローマン教をふざけ出かけてみたあのぼんやりとした夜晩だ。夏の煙は日本か一本か、草刈りの間は一本か二本か、楽屋で入ってるテレビを見てると、今日京都で33だと。すごいですね、5月、世の中もなんだかよく分からなくなりましたけど、暑さまでよく分からない、冬寒い時早く夏ならいいななんて思ったこともありますけれど、あんまり暑いのも嫌だなとかね思って、深沢七郎の奈良山節考は夏は来なくていいっていう歌ですね。夏は嫌なんだって。かやの木の銀やんの歌は夏は行きたくない、冬行きたい、夏は道の悪いから嫌だ、夏は虫が多いから嫌だって。夏は嫌だよ、道が悪い、ムカデ長虫やばかがしい、かやの木の銀や引きずる女、姉さんかぶりでネズミ子だいた、塩屋のおとりさん運がいい、山へ行くな雪が降る、おとちゃん見てみろ、カリキャーしげる、そこそって何ぼ寒くても、わたいれはやばいくりにゃ着せられる、奈良山祭りは三度くれや、花が咲く、かやの木の銀やんのと夏は行きたくない、冬行きたい、かやの木の銀やんのと、かやの木の銀やんはいくつになっても山行かない、さあ引きずる女だ、ボロを引っかぶって色目をつかんだって小説家としてもたくさん仕事して名前をした人ですけれど、深沢七郎はまれに見る
リタリストになってるしね、この人のみたいに大好きですけど、どうでしょう、去年亡くなりましたけど、あの人も私にとってはとてつもないギタリスト、古いギター、アメリカの1930年代のギターの話ですけど、なんか窮屈そうな子だけながら出てくる方や大好きでしたけどね。一応ギターを奏でるだけでステージを裏待ちにしてしまう恐ろしいギタリスト、私はあなたに惚れたのはちょうど19の春でした。今さらありえんというのなら元の19にしてゆくり、元の19になれるなら庭の枯れ木を見てごらん、枯れ木に花咲くのなら19になるのも安いけど、焼いた魚も泳ぎだし、奥山住まいの海にすわ、梅の小枝で昼寝した、春が来たような夢を見て、法華経も法華経と泣いてます。1ドル2ドルの絵はがきも異国の旅をする、同じ小座しに住みながら愛の好みの切なさを、同じ小座しに住みながら愛の好みの切なさを、小座ボード小座ボード小座ボード、赤く咲くのは岸の花、白く咲くのは百合の花、白葉に来る子も花より、もっと綺麗な花もある、白に来る子も花より、もっと綺麗な花もある、赤く咲くのは岸の花、白く咲くのは百合の花、どうしきゃいいのさこの私、夢は夜が開く、昨日学ぼう明日は常時間展望が忘れられないやつばかり、夢は夜開く、七人に落とせ国の船、国の漁まだまだ愛を死にしようか、夢は夜開く、風呂屋に続く暗い道、四十五年栄光は明日の情にもなれない、夢は夜なんか嫌いだ、太って結婚してしまった西の方が俺は好きだ。